長楽寺は長野県千曲市にある天台宗の寺院。三号は小バスて山、小バスて山奉公院長楽寺と交する。本尊は聖観世音菩薩、死なの三十三の音霊場第十四番札書。創建時期は不明。法暦三年の千曲の正子や江戸時代末の善光寺同盟書図絵には八幡の水別神社神宮寺のシーンと説明されていた。 明治初年の神仏分離令により一時無重になったこともあって記録を失い、現在この寺の創建年代等については不詳である。しかし、古今和歌集に記されていることなどから、10世紀には、オバステ山として知られていたと考えられている。また、江戸時代の写本と見られる長楽寺縁起は、大仙姫やこの花咲や姫、諏訪の神等が登場する神話となっている。眼下に、 長望の広がる境内には多くの歌詞や句詞がある。中でも、門脇の松尾芭蕉の句、面影や、ばあ一人なく月の友を刻んだ面影塚が著名である。なお、芭蕉が、おばすてさんの月を眺めに、きっそろかな当地を訪れたさらしな気候でこの句を、読んだのは、上京五年、元禄元年のことであるが、面影塚の混流は、明和六年に、かや白雄の手によってである。 また小林一世は4度の来訪があったとされているほか、井上忠敬も、文化11年に訪れて日記23の古絵を書き留めている。本堂、栗は、天保5年に再建されたとあるが、建築様式から文化、文政年間の建築と推定されている。本堂に接する、関月殿は、現時元年の法能学が飾られていることや、建築様式から、 この頃の建築と推定されている度保存修理。面影塚の上方に立つ月見堂は、本堂と同じ頃の建築とされており、2003年度に保存修理が行われた。また、境内の上方に立つ観音堂は、元禄4年に再建されたとあるが、公料の異様の様式から法歴、明和年間の再建と推定されている度保存修理。境内にある、おばいは、 高さ約15メートル、幅約25メートル、奥行き約25メートルあり、頂上からは長野盆地を一望でき、月の眺めも別格である。江戸時代後期の気候文作家であった菅井正美はおびただしい人々がこの岩の上からの月見をしている様子を絵に残している。なお、この岩がオバステ山演技から伝説のオバステ山だと伝えられている。オバステは、 国の名称に指定されている、千枚殿や四十八枚伝と言われる棚田の向こうに広がる長野盆地は、全後寺平、川中島平とも言われる。その景色は、すべてが、武田市、上杉市の12年間5度にわたる川中島の戦いの戦場でもあった。おばすてから広い意味では棚田に映し見る月を言うが、 この場合は、オバステ山方向院長楽寺の持ち田である48枚殿に移る月を言う。この他のある地跡を、かつ、見たとも言い,い、古い文献では、月予殿と記されているものもある。今も多くの地図上に名称を示す。印はこの他の位置に示されている。古来、中秋の名月を9他に移しての区会や区会を開くことがステータスとされていた。 多くの団体が申し入れた中から寺に許された、会派は総出で借り入れ前の犬を借り取り、さじきを組んで、谷は水を引き入れて月を移し、句や歌に詠んだと伝えられる。それがいつの頃からかは不明であるが、上杉謙信が、麓の武水別神社に挙げた、武田信玄当密の願門には、祖母社産、田後と純満月の影との下りがある。また陽曲、徳沙にも、 他ゴとの月の名があることから、室町時代には、すでに広く知られていたと考えるのが相当である。ただし、このような縁が催されたのは1927年が、最後と伝えられている。オバステ町楽寺の桂の記事例は資料により幅があるが、500年以上とも800年から1000年とも、伝えられている。ありがとうございます。